下栗大塚古墳は、栃木県宇都宮市下栗町にある古墳。田川定地にある二段築生の円墳で、直径は約43.5メートル、高さは約6.5メートルである。中段に幅4から5メートルほどの平坦面が周囲を巡っている。墳球は全面に樹木が茂っており、水田に囲まれているため、周囲から目立つ。 頂上に丸山稲荷大明神という神社がある。埋葬施設は不明であるが、南側に若干の崩れがあることから、南に開港した横穴式石室と推定される。築造時期も不明であるが、埴輪や付近石が見つかっていないことから、7世紀の古墳時代終末期に作られたものと考えられる。1995年3月22日に宇都宮市指定史跡となった。 下栗大塚古墳愛護会が保護活動を行っている。栃木県庁が登録した栃木健康づくりロードの横川フラワーロードコースでは下栗大塚古墳が最後のチェックポイントに設定されている。下栗大塚古墳の頂上にある丸山稲荷大名人には次のような民話が残されている。頂上に鎮座する 丸山稲荷大明神下栗町を含む宇都宮市横川地区は歴史文化資源が豊富な地域であり、市の指定文化財である下栗大塚古墳は横川地区を代表する史跡である。特に下栗町は古墳の多い町で下栗大塚古墳の東へ約700メートルのところに大塚神社古墳、大塚神社古墳から南南東へ約1.2キロメートルのところに 猿山城跡内古墳群、さらに東へ進むと東原古墳、その北方に天皇山古墳群がある。猿山城跡内古墳群は、その名の通り猿山城跡にある11基の古墳群であり、猿山城は古墳をほとんど破壊せずに防御に活用していた。下栗大塚古墳の近くを下栗大塚通りが通っている。宇都宮市の制定した。 道路愛称による下栗大塚通りは、川田町の上野川街道を起点とし、下栗町の栃木県道46号、宇都宮猛河線を終点とする通りである。この区間は、宇都宮市道1393号と一致する。ありがとうございます。